まず特に、重要であります5月8日以降、5類にコロナが移行した後の延岡市の対策についてまず発表させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。こちらの画面に沿って説明させていただきたいと思いますけれども、繰り返しになりますが、5月8日から5類へ移行します。5類へ移行するというのは、ご近所の、要はかかりつけの病院やクリニック、診療所でも、コロナの診察をしていただけることになるということで、ある意味で、大変プラスの効果があるわけですけれども、一方で感染がなくなるわけではありませんので、どのようなことをご留意いただく必要があるのか、そしてその中で市としてはどのような対策を講じていくのか、これを発表させていただきたいと思います。なおですね、現在毎日の感染情報の発信を市のホームページや Facebook、LINE で行っていますが、5類になりましたら感染者数の保健所への報告、各病院からの報告、こういったものについてはなくなりますので、実は毎日の感染者数の発表はなくなります。なくなりますけれども、ただ延岡市は他の地域に比べまして深刻な医師不足の状況などがありますので、やはり延岡市として特別な対応も必要になるものと考えているところであります。はい、次のページをご覧いただきたいと思います。まず今後の予想なんですけれども、これは延岡市の感染対策のアドバイザーであります佐藤慶三先生の予測です。まさにご専門の方の予測ですけれども、ご覧いただきましたら分かりますように、5月のゴールデンウィーク後に感染が拡大する時期が来るというふうにまず見込まれています。そしてさらに8月と1月にはかなりの感染者数が、確認されまして、いわば、新たな波ですね、波が8月と1月に来るということが予想されているところであります。これは一つには新しい株が国内でも広がるということによるものと考えております。現在実は新しい株としてアメリカでは XBB.1.5 という株が感染拡大を始めています。そしてヨーロッパでは XBB.1.9.1 という新しい株が感染を拡大している。さらにインド、中国よりも人口が多くなりましたけど、インドでは XBB.1.16 という株が、広がり始めている。でこれらが一定のタイムラグを経て、特に今インバウンドなども拡大していますので、特に8月、国内でもお盆の移動も多い時期であります。それから年末年始の移動の後の1月にはこの XBB 関連株による感染拡大が、避けられないのではないか、そのように見込まれているところでございますが、ただこれまで同様ですけれども、もう経済活動を止めるとか、今まで予定していたものを中止するということにはならずに、これぞれの感染拡大時は、いろいろ気をつけて対策を打ちながら乗り越えていくということが基本になると思います。で一方でですね、現在ワクチン接種今なお進めておりますが、例えば1回目と2回目の接種をされていながら、3回目まだ、例えばオミクロン株まだ接種してない方、接種したいんだけどしてないという方につきましては、5月の6日で一旦、ワクチンの接種が終了いたします。後ほど申しますが、5月の8日5類移行後は65歳以上の方と基礎疾患がある方についての接種がしばらく続きまして、今年の秋までは64歳以下の方などについての、そして基礎疾患のない方についてのワクチン接種は一旦、終了した形になりますので、もし接種券をお持ちで、あるいはお持ちでなくても、その3回目の接種、近くなくてなかなか行けてないんだけども、この8月の、感染拡大の前に備えとして、ワクチン接種をしたいというご希望の方は、ぜひ5月の6日までにですね、接種を行っていただくことを私どもとしては呼びかけているところであります。5月の8日から5類ですから、5月の7日までは5類になってないんですけど、ただ5月の7日日曜日ですので、通常の病院なども閉まってます。ですから5月6日が土曜日ですから、5月6日がいわば、この5類にならない、5類になってない状況の中では、いわばワクチン接種の最後の日は5月の6日だと
ということになりますので、ご留意をいただきたいと思います。まあ、65歳以上の方と、基礎疾患がある方については、5月の8日以降もまた、接種券をお送りいたしますので、接種券が届きましたら、ワクチン接種ご希望の方はしていただけるわけですけれども、64歳以下の方とか基礎疾患がない方については秋ごろに、また接種券をお送りする。それまでの間は、65歳以上の方と基礎疾患がある方に限ってのワクチン接種ということになりますので、ご利用いただきたいと思いますし、その、まさに、その間にこの8月の、新しい山が来るということにも、ご利用いただく必要があるものと考えているところで、ございます。なお今年度いっぱいは、ワクチン接種は無料ということになっておりますので、その点も、お知らせをさせていただきたいと思います。そしてこの動向を踏まえての延岡市の対応について以下説明をさせていただきたいと思います。次のページをお願いいたします。はい、ということで、まず1点目ですが、市民の皆様への感染動向などの情報発信についてですけれども、先ほど申しましたように毎日の感染の状況の発表についてはもうなくなるんですけれども、ただ延岡市は、深刻な医師不足などもありまして、すぐベッドが埋まってしまったりしますと医療崩壊が起きかねませんので、今後週に1回、感染状況などは市のホームページ、Facebook、LINE などで発信をさせていただこうと思います。これは延岡市医師会がですね、市内のご協力いただける病院や診療所から毎日コロナの診察をなさ、コロナの患者さんの数を医師会に報告するというシステムを今構築しようとしていまして、そしてこちらから情報をいただいて延岡市として発表する。ですから全て網羅的に保健所がこれまで把握していた数とは違いまして、ご協力いただいて報告いただいた市内の病院、診療所にで把握している数字ということにはなりますが、参考には十分していただける数字だと思いますので、今後も週に1回、おそらく木曜か金曜あたりだと思いますが、感染状況を発信していこうと思っております。それから2点目ですが、感染者が急増する場合には、延岡市独自の警報、注意報を発出しなければならないと考えていますので、その時にはまた、そのような対応をさせていただこうと思います。その際は、佐藤慶三先生、すなわちコロナ感染症対策市のアドバイザーのご指導を受けた上で、発信をしていこうと考えているところでございます。実際に病院のベッドが塞がってしまうという状況が起きてしまいますと、コロナの患者さん以外の患者さん、例えばさまざまな基礎疾患、あるいは脳梗塞、心筋梗塞、そういった方々が逆に診察が受けられなくなる、まさに医療崩壊の危険性ということになってしまいます。また消防の救急車につきましても、一昨年が6000回余りの出動回数、ところが昨年が6800件ということで急増してるんですけれども、ほとんどがこの増えた主な要因というのはコロナの感染者数の増ということで、今後もコロナの感染者数が増えた場合に救急車の出動が急増する、そして救急車が病院まで受け入れまで運びする時間がかかる、そうなりますと他の例えば危篤状態のコロナ以外の患者さんの搬送、救急対応にも大きな影響、大きな支障が出るわけですので、その危険性がある確認される場合には警報注意報を発出させていただきたいと思います。それから感染症対策や市民の皆様への注意喚起など随時発信をさせていただこうと思いますので、ホームページもそうですし、 Facebook や LINE といった SNS、 あるいは今市内8カ所だったと思いますが、大きなスーパーさんなどにインフォメーションのディスプレイ、大きなテレビ画面を置いていろいろなお知らせを行ってますが、そのようなところで注意喚起なども行ってまいりますので、市民の皆様方におかれましては引き続き延岡市からのコロナの情報についてはご注意、ご関心をお持ちいただいて注目をしていただきますようお願いを申し上げます。じゃあ次のページをお願いいたします。そしてまた相談体制ですけれども、延岡市は他の市と違って年中無休の何でも総合相談センターを設けております。もちろんゴールデンウィーク中も毎日空いておりますので、9時から4時までですけれども、電話番号が0982-20-7105と
ということでありますし、もちろんおいでいただいてもメールでも可能なわけですけれども、ご相談を引き続き受け付けいたします。そして必要に応じて関係機関におつなぎをしたり、担当課へのおつなぎなども行いますので、そのように対応させていただきたいと思います。でなお県の相談体制につきましては、今週中のどこかでまた対応が発表されると聞いておりますので、それが発表になりましたら、また市のホームページなどでお知らせをしたいと考えております。それからワクチン接種ですが、先ほども申しましたように、65歳以上の方々と申請のあった基礎疾患のある方々を対象に、5月8日以降も無料でワクチン接種は行います。お問い合わせ番号あるいは予約は22-7066にお電話いただくことによりまして、また詳しいご説明もさせていただけることになると思いますけれども、そして64歳以下の方あるいは基礎疾患のない方については秋ごろにまた接種券を郵送するということになると思いますが、しばらくの間は65歳での方と、それから基礎疾患のある方にのみワクチン接種を行うという期間に5月8日以降入りますので、どうしても忙しくてなかなか接種を受けられなかったなという方については5月の6日までに繰り返しになりますが、接種をされることをお勧め申し上げます。そしてあと市民の皆様に対しての改めてのお願いですけれども、感染対策を日頃から心がけ続けていただきたい。そして万が一に備えまして食料品の備蓄はぜひお願いしたいと思います。それからちょうどまたこれから雨の季節に入ってまいりますので、その避難対策という意味でも食料品の備蓄をお願いしたいと思います。じゃあ次のページお願いします。それからあと市役所もしくは市という事業所としての対応についての、発表させていただきたいと思います。市役所内でのまず職員の対応についてでありますけれども、自分の席でのマスク着用は個人の判断ということで引き続きそれぞれで判断することになります。ただし以下の4つの場面につきましてはマスクを引き続き着用していく考えであります。4つの場面というのは、1つ目は窓口などで接客をするとか、それから2つ目としまして、ご高齢の方や基礎疾患をお持ちの方、あるいは妊婦さんなど重症化リスクが高い方に接する仕事をする場合には職員はマスクを着用いたします。それから3点目ですが、高齢者の方々などが集まる催しの際に感染対策が必要な時もマスクを着用することといたします。そしてその他感染対策上または職務上必要な時にもマスクを着用させていただくということで、引き続きその対応を継続してまいります。はい、次のページお願いします。そして基本的には市役所調査内では3つの密については避ける、それから人と人との距離の確保などの基本的な感染防止対策を継続はいたしますけれども、ただ従前ほど厳格にはする必要はないものと考えています。一方でまた感染リスクの高まるような大人数長時間の会食については注意を払いながら行っているということ、そして食事や歯磨きの時あるいは喫煙所での対応は控えるということで、引き続きご協力をお願いしたいと考えております。はい、次のページお願いします。それから調査内の対応ですが、引き続きまして、5月8日以降も、庁舎の出入り口には、消毒用のアルコール、これは設置を継続いたします。これはご来場になった市民の皆様方が、やっぱりお使いになりたいという方がおられると思いますので、そういう方にはお使いいただくということは継続したいと思います。それからエレベーターとか待合の椅子につきまして、現在の間隔を空けてくださいという表示、掲示物を置いておりますが、これについては5月8日以降は撤去させていただこうと思っております。またトイレのハンドドライヤーも利用を再開しようと考えております。はい、次のページになります。はい、ということで延岡市独自の感染対策を行いますけれども、皆様方のご理解ご協力をいただきまして、さまざまな活動を止めることなく、しかし本当に8月と1月には大きなまた感染拡大が来るという専門家の予想も十分ご留意をいただきながら、それぞれ市民の皆様方には引き続きご注意をいただき、必要な対応を行っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。